ようこそ小石田農園へ。小さな石田純一、小石田純一です。ドレンディ、今日はですね、こちら見てください。キヌサヤでございますね。わかりますか、こことか。はい、できてますんで、これを使ってちょっと料理、キヌサヤの卵とじを作りたいと思います。おー、すごいですね。なんかもう夕食万歳みたいになってきましたね。夕食万歳ですね。じゃあ早速始めていきたいと思います。それじゃあレッツ農業。どんどん取り上げていこう。こっちだとちょっと豆が大きくなりすぎちゃってますね。ああ、まあ日当たりとかね、はい。ものすごい数のモンシロチョウが飛んでましたね。喉か。天国のような、ね、天国ですよ。地上の楽園。地上の楽園、小石田農園。すごいですね。陰踏んでますね。地上の楽園、ライムが硬いですね。ライムが硬い。お野菜もバーベキューコンロのやつ今やりたいですね。そう、タイムさんにもらいましたからね、バーベキューセット一式。まあ、夏はやりましょうよ、みんなでバーベキュー。あ、いいですね。取れたて野菜やって、取れたて野菜のバーベキュー。はい、肉ね、肉焼いて。肉かい。やっぱ肉っしょ。肉食わしてくれよ俺。あ、でもトウモロコシとかほら、あ、いいじゃないですか。うん、いいですね。だいたい焼けば食えますからね。そう。まずね、ナスもあるだろうし、玉ねぎあるし、ネギも焼けるし、ズッキーニとかもありますからね。いいですね。じゃあこれ、はい、結構取りましたんで。取りましたね。見てください。じゃあこれを使ってキヌサヤの卵とじを作りたいと思います。それじゃあクッキングスタジオに移動したいと思います。腰痛いんだ。というわけでやってまいりました、小石田クッキングスタジオ。早速キヌサヤの卵とじを作っていきたいと思います。まずこちらですね、キヌサヤ取ってきた。キヌサヤいい感じです。まずこれは洗います。すいません。また洗ってなかったんですね。全然大丈夫です。これ筋取ってきますね。これ筋、あ、ここやって、こう、ほら、はいはいはい、こう取ってきます。どうです、だからなんかチャンネル登録者何人記念、はい、初生配信。そうですね、で、キヌサヤの筋、生撮り2時間。誰が見んだよ。2時間筋取るのもしんどいわ。私はあのどっかのタイミングであれをやらないか不思議で、あれをやらないかどうか怖いですけどね、あの、うん、お米を炊くっていう。やりたいですか、ね、やるんですね、やっぱりね。ウインナーを焼いて、はい、なんですかね、あの田植えをさせてもらえるっていう話があるんで、はいはいはい、それがうまくいったら、あ、実現できたら秋に収穫して、はい、はい、お米を炊きます。ウインナーと、ウインナーと。タイムさんあっての小石田知恵チャンネルですからね。この番組はっていう。タイムマシン3号の提供でお届けいたします。キャンプだったらね、夜やってね、その野菜焼いてもいいですし、それ以外のものも別に焼いてもいいわけですからね。そうですね。なんかあれとか作ってみたくありません？何ですか？アヒージョとか。あ、いい、おしゃれ。おしゃれキャンプしたいですね。あ、こう今キャンプもおしゃれじゃないですか。はいはいはい、はい、ご飯とかも。あ、じゃあおしゃれキャンプ、小石田純一の生おしゃれキャンプ。いいですね。もうやっぱキャンプ系 YouTube 流行りますもんね。乗っかりましょう。乗りましょう。乗っかれるもんには。なんかチーズをとろりとさせたらもうおしゃれですから。あ、いい、チーズとろりさせましょう。無駄にチーズ、チーズ、オリーブオイル、オリーブオイル、ええ、あ、間違いない。トレンディ、トレンディですね。やっていきましょう。もう
りそうなこと。流行りそうなこと全部どっかりましょう。手当たり次第。最後もう畑でメントスコーラやる人来るかもしれないから。畑関係ねえじゃん。関係ないじゃん。畑メントスコーラ一回やりましょう。次回。今メントスコーラなんかやってる人いる？いないでしょうねきっとね。逆に新しいのかな。あれやります、畑でアイスバケツチャレンジやります。最後に回ってきた人、ね、地球上で地球上の最後にアイスバケツチャレンジが回ってきた人。2023いいですね。あれ相当前でしょ。相当前だと思いますね。誰かに回します。迷惑。誰に回します。誰に回す。タイムマシンさん。怒られるよ。一回石田純一さんに回してもらって。いい迷惑だよ。ということで記念祭筋取り終わりました。おタレを作ります。タレを、はい、水 550cc って何。慣れてないですね料理。ミリリットルってこと。50、そうですね。ちゃんと小学校で勉強するべきでしたよね。数字とか記号か。デシリットルとかね、ありました。デシリットルとかよく分かんなかったかな。はい。取れてないよ。植えたばっかりでしょうが。今日取ったナスがもう取れたのかというご質問が。ボケボケ。軽いボケ。ニヤニヤしてんじゃないよ。いいボケしたなじゃないよ。全然いいボケじゃないよ。どっか行くぞ。親子ですね。同じこと。同じこの工程をする。じゃあビキュンサーでちょっと料理します僕は。はい、じゃあ醤油大さじ1杯。はい。みりんも大さじ1杯。本だし、だしの素。はい。小さじ2分の1杯ですね。さじ2分の1杯って分かりづらいね。こんなもん、だしなんて聞いてた方がいいでしょ。はい、砂糖も小さじ2分の1杯。めちゃくちゃどこかにカンニングペーパーがあることが分かりますね。ちょっとそんなん見てないですよ。お砂糖、はい、煮立たせますね。じゃあ、はい、煮立ちました。わあ、すごい煮立ってる。じゃあ入れます。キヌサヤ。はい。あ、ここに入れちゃうんですね。もう入れちゃいます。合ってるのかな、量。キヌサヤ。キヌサヤの量はよくレシピ、秘密のレシピには書いてなかったです。秘密のレシピはどこにあるんですか？ここにある。あるじゃないですか。ここにあります。あそこね。そんな。茶碗一杯分の絹さやって言ってましたからね。茶碗もね、サイズありますもんね。そうです。これはもうだから力士の茶碗みたいな。これがね、もう絹さやが柔らかくなるまで煮込みます。卵溶いときましょうか。卵2つ。はい。卵はね、僕大手屋でよく使ってたんでね、バイト。あ、なるほど。これ卵のもこだわりがあって。はい。あんまかき混ぜないですよ。あ、卵にはうるさい小石田純一さん。白と黄色の色が出したいんで、はい、混ぜるともう真っ黄っ黄になっちゃうんで。はい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 。見た目がねこっちの方がいいです。これ大手屋では何の料理使ってたんですか。卵はよくこれはカツとじとか。ああなるほど。親子丼もありますし。あ、じゃあまさにこの絹さやと一緒ですね。はい、作り方一緒です。もうねこのコンロ周りのこと大手屋であおりって言うんですけど、ね、はい、あおり担当みたいな。やっぱその辺やっぱ仕事人としてのやっぱりプライドがあるわけですね。あおりの並木はねもう、あら、大手屋では有名でしたよ。あおりの並木、はい、あら、あいつさ風車の屋敷ぐらいの感じ。あおりの並木、今日並木があおりに入っておけばもうな間違いなしと。間違いない。そうですね。お笑いの実力はね割とうっかり八兵衛の、ね、うるさいよ。うっかり懲らしめてやりなさい。もういいでしょう。オリジン
弁当でもバイトしてましたから。あ、結構じゃあ調理のね、バイトしてたんですね。そうですそうです。だから、はい、マニュアルさえあればできる。マニュアルさえあれば、はい、でもマニュアルどこにあるんですか。ここにあります。あそこですね。そこは見せない。そこは見せない。そこは見せない。やった方が良さそうだもんな。好みですよね。まあ好みですよね。だってどこよりもこれ取れたてですからね。取れたて美味しいよ。美味しいよ。美味しいよ。なんか中華料理のシェフみたいな。オッケー。じゃあ。はい。すごい。煮立ちすぎてる。じゃあ卵ね。ほらいいでしょ。お。美味しそう。美味しそう。全然グツグツしない。火強めましょう。これもね、おびんじゃない。ちょっとこれ閉める。閉めて、はい、うわ、煽りのなびき。じゃあ、はい、できました。オープンします。キヌサヤの卵とちオープンです。おー、はい、おいしそう。おいしそう。こんぐらいかな。あ、本当だ。これ混ぜすぎない方がいいですね。そうです、うん、白が出て黄色も出て、で半熟がいいと思います。まあ、カチカチのも好きな人もいると思うんですけど。ちょっときた。ちょっと煽りのなびきとしてはちょっとやっぱまだ、やっぱ初めて作ったっていうのもあって、もっと汁多いだな。でもいいのか。でも混ぜすぎないってのは分かりますね。そうでしょ、色が出てて、ほら黄色と白と緑でいい感じ出来上がりました。おお、美味しそう。美味しそう。キヌサヤの卵とじ完成です。ブラボー。トレンジ、早速食べてみたいと思います。いただきます。あ、美味しい。キヌサヤのシャキシャキしたのに卵が絡み合って、ボーノでございます。おー、あ、いいね。味しっかりついてます。やっぱり味しっかりしてます。濃いです。そうですね。これもなんか、そうですね、ちょっとつゆだくが過ぎますね。つゆだくすぎるんで、本当はカツに卵でいったらご飯の上でもいいです。もっとだからあれですよ、煮詰めてもいいかもしれないですね。はい、うまい。もっと卵多くてもよかったな。正直なチャンネルですね、本当ね。おいしいじゃ終わらせないと。ちょっと反省点を一回。あ、でも全然おいしい。だ、親子丼にキヌサヤ入れたりしてもいいんでしょうね、きっとね。確かにおいしい、うん、やっぱ取れたてだからキヌサヤのシャキシャキ感半端ない。これいいと思います。簡単だし、分量だけね、おのおので入れるのは僕が伝えたのを入れればいいんですけど。微調整。微調整で、でも汁だくすぎるんで、はい、まあ、ちょっとね、その卵とじ料理に絹さえ加えてみても。そうです、いろいろアレンジもいくとできると思いますんで、皆さんもぜひお試しください。絹さや卵とじ大成功でしょう。ありがとうございます。皆さんもぜひお試しください。トレンディ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。トレンディ。